選球眼の鬼、このように称されるのが福岡ソフトバンクホークスの近藤健介選手です。近藤選手は球界を代表する選手として東京オリンピックや今回の WBC の日本代表に選ばれ、国際大会でも活躍しました。そして今季からホークスでプレーすることになり、ますます注目が集まっています。球界のご意見番こと落合博満氏もその能力を高く評価。 WBC の活躍もあり、ファンからはバリバリのメジャーリーガーに挟まれても遜色ない打撃してるのすごすぎという声まで。ということで今回はプロ野球 OB たちが絶賛する近藤健介のすごさについて紹介いたします。7億円はお買い得だった。近藤選手は2011年のドラフト4位で横浜高校から北海道日本ハムファイターズに入団しました。3年目の14年に一軍定着、現在に至るまでハイレベルな打撃技術を持ち、勝負強く本塁打ではなく二塁打が多い中距離ヒッターとして活躍しています。17年にはシーズン100打席以上では歴代最高の打率4割1分3厘をマークし注目を集めました。さらに選球眼の良さにも定評があり、19年には出塁率4割2分2厘、20年には出塁率4割6分5厘で最高出塁率のタイトルを獲得しました。22年までの直近6年間は常に出塁率4割以上を記録し、出塁率お化けとも呼ばれています。近藤選手は最高出塁率のタイトルを2回獲得している一方で、広い札幌ドームの影響もあって2桁本塁打はレギュラー定着後の9年間でわずか1度というのも特徴的です。ただアウトにならないことが高く評価されてきました。現在セーバーメトリクスで様々な数値を持って多方面から打者は評価されています。そんな中でも出塁率は重視され続け、その数値において現在のプロ野球界の最前線にいるのが近藤選手です。今季終了後に FA 権を行使した近藤選手をめぐって複数球団による争奪戦となりました。結果福岡ソフトバンクホークスが近藤選手を獲得。契約内容は出来高を含め7年50億円以上の超大型契約と言われています。また近藤選手はペナントレース以外にも21年東京五輪で侍ジャパンメンバーとして活躍、さらに23年は WBC の日本代表にも選出され、皆様ご存知の通りの大活躍をしました。次のところで軽く今回の WBC での活躍についても触れておきます。余裕でメジャーレベル。第5回の WBC 大会が始まるまで大谷翔平選手、ダルビッシュ有選手、さらにはラーズ・ヌートバー選手らが特に注目を集めていました。もちろん彼らは大会中大活躍を見せていましたが、野球ファンとしては近藤選手の活躍なしでは今回の WBC を語りきるのは難しいのではないでしょうか。大会前から栗山ガッフェ監督は、俺ずっとコンちゃんとやっていてそこ一番バッターじゃないタイプ、いろいろあるのよ、どこの打順を打たせるとこうなっちゃうっていう、逆にそれを知っているのでね、ただ今のコンちゃんならどこでもできるでしょうと自分だけが知っている近藤選手の適性について語っていました。一方で当初近藤選手は控え選手との見方が大方の予想であり、ファンはここ一番での代打などでの出場を期待していたのではないでしょうか。しかし侍ジャパンのクリーンアップ候補であった鈴木誠也選手がコンディション不良のため辞退、白羽の矢が近藤選手に立ちました。そして近藤選手は大会に入ると初戦から大活躍、東京プールでは15打数7安打、打率4割6分7厘、出塁率6割、得点圏打率4割2分9厘、OPS1.533 と驚異的な活躍を見せました。近藤選手自身は大会を振り返り、つなぎという意味でいい仕事ができたのかなと思います。チャンスで回ってくることが多いですし、後ろに大谷翔平やいいバッターたちが控えているので、打線が円滑に回るように心がけていた。あらゆる投手に対応できた要因としては、ボールを見て打つのではなくて、スイングを全部入れる中で判断して振る。球筋は見ない。などと、理解が追いつかないほどの高次元な話をしていました。ネット裏のメジャースカウトは近藤選手のプレーを見て、同じ左打者で調子のいい近藤や吉田正尚を見ると一番は対応力だと思う、対戦相手がほぼ初見の投手である今大会を通して近藤や吉田は限られた打席数の中でも必ず相手投手に対応してくる、近藤や吉田は初見の投手に対して数球その投球を見ただけでその投手の投球軌道に自分のスイング軌道を合わせられる技術を持っている
と100億規模の移籍を果たした吉田選手と肩を並べる評価を受けていました。落合博満が語る近藤健介。まず落合氏と近藤選手の共通点ともいえる数字、並びにそこから見える近藤選手の凄さについて触れておきましょう。落合氏といえば現役時代3度の三冠王を獲得した言わずと知れた名プレイヤーです。近藤選手のストロングポイントといえば驚異の選球眼を生かした出塁率でしょう。皆さんご存知の通り、落合氏もまた高い出塁率を記録しています。日本プロ野球のシーズン出塁率歴代5決を見ると、1落合博満4割8分7厘1986、2点落合博満4割8分0厘6毛1985、3バース4割8分0厘5毛1986、4落合博満4割7分2厘8毛1991、5小笠原道博4割7分2厘5毛2003であり、5欠のうち3枠を落合氏が占めています。このように出塁率上位を見てみると、すべて名だたるホームランバッターばかりです。というのも昨季のヤクルトの村上宗隆選手らにも見られましたが、投手陣は本塁打を恐れて打者を歩かせることが多々あります。しかし近藤選手は22年までの通算で52本塁打、純粋に勝負を避けられることで出塁率を稼いでいるのではなく、選球眼を持って出塁しているのが近藤選手の凄さです。さらに近藤選手は直近6年間のボール球スイング率はいずれも 18.7% 以下にとどめ、リーグ平均より 10% 近く優秀かつリーグトップ3以内にランクイン。ただ見極めが素晴らしいだけでなく、空振り率の優秀さも毎年上位に入っていて、ストライクゾーンに来たらしっかり当てられるし、ボール球に手を出さないという理想的なアプローチを実践しています。四球と三振の比を表す BBK は 1.00 を超えたらかなり優秀とされている中、近藤選手は4年連続で 1.00 以上というのは改めて見事というほかない状況です。この極上の選球眼とアベレージにホークスは大金を積んだということでしょう。ちなみに近藤選手がこれまでファイターズのチーム打率並びに出塁率の底上げをしていた部分も多いでしょうから、ファイターズにとってはやはり痛手なのは間違いないでしょう。近藤選手昨季の出塁率は4割1分3厘でリーグ3位、しかし日本ハムのチーム出塁率は12球団ワーストの2割9分2厘。新庄剛志監督のもと積極的にスイングすることを志向して、一昨年最少だった本塁打数は78本からリーグ4位の100本まで増えました。ただ積極性というのは出塁に関して言えば諸刃の剣。近藤選手はチーム全体の約 19% に当たるフォアボールを獲得しており、単純に近藤選手を抜いた今季のチーム出塁率は2割8分2厘で1分も下降。ファイターズの新本拠地エスコンフィールドは札幌ドームから一転して標準的なサイズとなるため、本塁打数は上昇しそうです。ただ致命的な課題である出塁率は近藤選手が抜けてどうなるのか見守りたいと思います。この話からいかに近藤選手がチームに大きな影響を与えているかが見て取れるでしょう。近藤選手のこれまでの活躍や WBC でのプレーを見た落合博満氏は、近藤を2番に入れるということで良い流れになっているんだと思う、 WBC での働きも上出来と近藤選手の出塁という役割などを高く評価しています。また特に WBC で良かった選手を聞かれた際にも、近藤だねと即答、役割分担というのがはっきりしていて良い働きをしていたとご意見番もご満悦の様子でした。今後への期待。近藤選手は今季の目標について、極端だけど理想は打率10割と高みを目指しています。しかし今季は個人成績だけでなくチームの成績も強く意識しているようで、本当に個人の成績を求めるのは面白くないので、チームが勝つために何ができるかというのを徹底した上で取れれば一番良い。本当にチームがリーグ優勝日本一になることに一番貢献したいなと思っている。勝たないと面白くないですよね。自分の凡打が点につながっても嬉しいし、そういう感覚でいる。やっぱり勝利を義務付けられているチームに来たので、その思いはより一層強いと強く意気込んでいます。誰よりも勝利に貪欲である王貞治会長は、選手たちも近藤選手のバッティングを映像で見られるわけですから、どうしていい結果が出るのかというのを映像から感じ取ってほしいですね。長打は多くないですけど、コンタクト能力がいい、幅広く打てますし、ランナーを置いた時に我々にとって頼りになるし、相手にとっては嫌なバッターになる。
と期待値は極めて高いでしょう。加えて心機一転、うちに移って気持ちを新たにして、プロ野球でここまでやってきますと気分転換も必要。そういった意味であえて彼はうちを選んでくれたわけですから、お互いに競い合いながらいいものを残してほしいですね、と話しており、ホークスの V 奪還に向けて近藤選手が優勝請負人として機能するのか注目です。ちなみに WBC を見たファンは、選球眼とミート力が球界随一の近藤が最も期待できる大谷にチャンスで回してくれるのが大きいですね、と近藤選手の2番についての適性を評価しているところから派生して、ホークスでも近藤2番の、柳田悠岐3番でも良いかも、などという声まで上がっています。さて、今季の近藤選手はどのような活躍を見せてくれるのか期待して見守りましょう。ということで、今回は落合博満氏が語る近藤健介選手についてご紹介しました。よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。